しょ、ごめんと。忘れ物ないかな。いや、日曜日で花が学校休んでうちにいるから嬉しいしょうがないんだ。あんまり怒っちゃかわいそうですよ。もう平さんみたいに優しいこと言ってたら子供の質にならないんですよ。もう外で遊びなさい。ほら、いいよいいよいいよ。おじいちゃんも出かけたら、ほら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 、あんまりガリガリ言っちゃかわいそうですよ。あれじゃ嫌われるだけだ。出かけんの？うん。おじさんも？うん。またお得意さんゆるはらの旅館に招待してるんだって。日曜も何もあったもんじゃないわよね。普段から働き詰めに働いて、たまに温泉かと思ったらそれも仕事だなんて、疲れに行くようなもんだわよね。かわいそうな平さん。さあ、よっこいしょ。はるちゃん、どこ行くの？ランデブーそんな気が利いたもんじゃないのよ。また先生のお手伝いだって。毎日晩まで働いて、日曜までこき使って、それで一円のお手当も出ないなんて、そりゃ将来いくらお世話になるかもしれないけど、ひどい話じゃないの。でもね、もうそれも今日で終わりなの。だから今日はお疲れ様の会があるから遅くなるね。これでやっと夏休み、お家に帰れます。いろいろとご迷惑をおかけいたしました。そうか、夏休みか。お母さん待ってんだろう。一日ばっか元気な顔見せたんだね。そうだよ、手術の時も帰ってあげられなかったんだもん。母さん無事に退院したそうだから、うちでゆっくりお母さんのそばにいてあげなさい。はい、行ってまいります。気をつけて。気をつけてね。いや、私もそうですね。平さん、重いよこれ。よいしょ。ひと月余りをかけて準備したおみつの上演の日が今日やっと来たのでした。今日一日のためにみんなで苦楽を共にしてきたのです。春樹は胸いっぱいの思いでその日を迎えていました。ごめんなさい、カツラもしかしたら合わないかもしれないけど、よろしくお願いします。はい。それから皆さんのお通りなんですけれども、やっぱりどうしても足りなかったものですから、昨日稽古した通り、出てる人と出てない人、お互い融通し合って入ってください。よしこ様もれいこ様もいい感じで仕上がってるわ。ありがとう。はるき様も頑張って、大事な役よ。でもあんまり自信ないわ。やっぱり裏方の方が向いてるのかもしれない。女優としてだってなかなかのものよ。セリフすぐ入っちゃったし。おだてたかであかんで、彼女すぐその日なんねんから。女優なりだどないすんねん。私そんなにうぬぼれ強くありません。自分のことはちゃんとよくわかってるんだから。じゃあ急いでください。すみません、一般の方の入室はお断りしてるんですが、表に張り紙してあるでしょ。面会なら終演後にお願いします。なんでよね、ちょっと入れた。ちょっとごめんなさい、面会は遠慮させていただいてるんです。舞台上がる前に食べてもろって元気つけてほしいよって間に合うように飛んできたんや。お兄ちゃん、うちや、さとみや。あ、お兄ちゃん、なんやそんな格好してるよって分かれんかった。わざわざ来たんかいな。当たり前や、お兄ちゃん念願の役者になって芝居するんやないの。じっとしてられるかいな。竹中君の妹さん、大阪からわざわざできたやて。店休んだまで来ることないやろ。落ち着いてお好み焼きなんか焼いてやれやもん。店の人がな、そら行ってやらなあかんって、お祝いやらお餞別やらくれはってな。お兄ちゃん、男やわ。映画のスターにかって引っかとるへん。見直した。何やアホなこと言うてんねん。申し訳ない、上演前の面会禁止や言うて決めたこのあやのに。いいじゃない、妹さん竹中君のことこんな心配してきたんだもの。普通の面会じゃないのよ。お兄ちゃんの好きならお好み焼き持ってきて。うちのお兄ちゃんな、お好み焼き食べたらポパイがほうれん草食べたみたいに元気になりますね。はい。冷めたんはやっぱり味を知るけど、社内我慢してな。もう今忙しいね。もうお前もな、もうお好みどころやらねえ、こんなとこでうろうせんと。もうゆっくりとな、また今度。あの皆さん、お兄ちゃんよろしいお願いします。お兄ちゃんはずっと海軍一筋で来た男ですよって、固いばっかりで、まさか芝居したい言い出すやなんて思ってもいませんでした。
けど今は芝居と心中するやなんて言ってます。どうか皆さんでお兄ちゃん男にしてやってください。一人前の役者にしてやってください。お願いします。もう早お帰り。ほな後でな、今夜お兄ちゃんとこ泊めてもらうやって。お騒がせしました。頑張ってください。さようなら。素敵な妹さんいらっしゃるんだ。竹中君羨ましいな。お前ら両親が空襲で死んでしもたよって、兄弟二人きりになったよって、おふくろみたいな口の利き方しよるんや。もっともあいつがお好み焼き屋やってワイに仕送りしてくれるから、ワイも頭上がらんねんけどな。そう、竹中君は両親いらっしゃらないよ。親が元気やったら芝居の勉強するなんて言うてられへんかったわ。妹やさかい何度かうまいこと丸め込めたけど。皆さん開演1時間前です。支度のできた人はもう一度舞台の寸法を確かめておいてください。はーい。大丈夫です、大丈夫です。よろしく、よろしく、よろしく。あ、どうだ、どうですか。あ、はい、じゃあお席にお願いします。お願いします。純ちゃん、幕悪い時いなくていいの？俺は会計担当だから、無事幕が上がったら用はないの。あとは打ち上げる飲み会を豪華に、かついかに安く無事を収めるか、それが俺の責任だから。カーテンコール見届けてここへ来たんじゃ間に合わないの。でもさ、ここ貸し切りにしたって入りきれないだろ。帰っちゃうやつがいるから。ああ、だけどよくやったな。私は途中で投げ出すかと思ってた。それをやり通すのが芝居を作っていくってことだから、役者やるより裏方の方がずっとやりがいあるんだから。うん。でお客さん入ったの？ちょっと客席覗いてみたけどガラガラ。ちゃ大変だ。入場券は結構売れてるの。ギリで買わされるけど見に来るほどの情熱はないってわけ。でもそれでいいんだよ。少しでも次の公演の資金ができたらそれで。ん？俺たちの手で芝居を作れたって自信もできたしさ。じゃあまたやるの？当たり前ですよ。今の仲間で将来プロとして通るような劇団を作ろうって夢もあるし、とにかく気丈な演劇団より体使って勉強していつも世間にデモンストレーションしてなきゃ。順調に芝居が運んだらもうカーテンコールの時間だ。終わったんだよマスター。とんでもなく終わったんだ。おめでとう。お疲れさん。お疲れ。どうも。ご苦労様でした。みんな素晴らしかったよ。ありがとう。この後一流でささやかな打ち上げをやります。皆さん参加してください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。竹中君のハートのある芝居で私ずいぶん助けられた。一緒に舞台に立てて本当によかったわ。一生忘れない。ありがとう。ありがとう。春樹様も頑張ったじゃない。また一緒にやりましょうね。お兄ちゃん、お兄ちゃん見せてもらったで。はあ、芝居やった。散々笑って散々泣いた。またお兄ちゃんが惚れ惚れするほどよかった。しびれたわ。お兄ちゃんやなかったらうちを嫁に来たくらいや。何やあんなこと言うてんねん。お兄ちゃんまだ帰られへんよって。アパートの鍵再開で。お兄ちゃんな絶対スターになれるで。あれやったら映画に勝て出られる。映画にしても早く帰りたよ。ファルさん面会。ファルさん面会。はい。
やっぱり春ちゃんだった。おじさん、見に来てたの？こんなことしてるなんて知らなかったよ。教授の手伝いしてるもんだとばっかり思ってたからさ。おばちゃんには黙ってるよ。春樹ちゃんがお芝居したなんて分かったら大騒動だよ。真面目に勉強やってるって信じてんだから。けど春樹ちゃんよかったよ、生き生きしてた。ええ、まあ言語学とかともちゃんとやってればお芝居するのもいいんじゃないの。おじちゃん切符ぐらいなら返してもらうよ。でもおじさん、どうして今日見に来たの？うっかり芝居の切符があるったら見に来たいって聞かなくてさ。まあ、もっとも芝居より東京へ出て買い物するのが目当てなんだろうけどさ。まさか春ちゃん出ると思わないから。じゃあおじちゃん行くから。お芝居面白かったよ。はい、それじゃあね。お父ちゃん、お父ちゃん、もうお父ちゃんひどいじゃないの。私たち置いてきぼりにして、どこ行ってたのよ。用事があって。あ、ちょっと、長坂に。いいからいいから、さあ行こう、帰るよ、みんな。いいからいいから、出てたの。いいから、どこに。いいから、どこに。さあ行くよ、行こう、いいの、いいの、いいの、さあ行くよ。おはるさん。はい。ほんまに客もよう入った。オリジナルでいくぞ。神田君はいいもの書くよ。俺たちの研究グループでも希望の星なんだ。嬉しい。もし皆さんでやっていただけるんだったら、今書いてる小説途中でやめても書かせていただきたいわ。もちろん竹中君を主役にしたものでいいでしょう。竹中君じゃないとできないハートのある男のロマン。いいね、そういう思い込みって大事だからな。ぜひ神田君の作品に書けよ。今度はおはるさんいい役で、今回のは気の毒だったよ。おはるさんあかんよ、彼女国文科やねん。おみつでは無理してもうたけど、国文科の学生として研究課題も持ってる。そうそう邪魔することできへん。そうよ、そのためにわざわざ大学へ入られたのよ。私みたいにフラフラしてんのとは違うんですから。私長い間よう手伝ってくれた。みんなに代わって俺言わしてもらう。ありがとう、よう頑張った。せっかく仲間になれたのに残念だけど、まあ、タケの言う通りだ。俺たちのことを手伝ってたら君は国文科卒業できなくなるぞ。またお茶くらいは一緒にここで。ゆんちゃん、おみんな、マスターからウイスキーの差し入れ。込み上げてくる悔しさと寂しさを春樹はじっと耐えていました。切なさが音を立てて胸を吹き抜けているのでした。